ですよね。ただ俺思うにあの二郎さんのコツっていうか見つけ出した凄さって、我々の時代はね右だからライトに打つの流し打ちって言ったんですよ、はいはい、流してるっていう、うんうん、だからその流し打ちっていうのがなんかこんなことやってるけど、はいはい、一郎さんのバッティングを見ると流してるわけじゃなくてライトに打ってるって、うんうん、叩いてるって感じがあって、はいはい、あれはだけど初めて見たっていうか、落合さんのその気が少しあったんだけど、うんうん、僕あの落合さんのバッティングですごいなって言ってその参考に したかったのが、うん、そのインサイドのボールをライト前にポトッと落とすんですよ、うんうん、緩い球を待って速いまっすぐをどうヒットにするかっていう技術なんですね。でそれが落合さんはできた人だと僕は思ったんです、ね、なんか一回落合さんと対談してバッティングセンター連れていかれて何やってんのって、いや打ってるんですけど、言ったら全然ダメだよって、もう基本的に違うって言われて、はい、理論的にはあの人すごいですよね。うん。